ヘッドホンを選んだあなた。まず、ヘッドホンの右の耳に当てる部分、左の耳に当てる部分を、それぞれの手で優しく押し広げながら持ってください。そして、あなたの両耳をヘッドホンの内側の柔らかい部分で包み込むように、そっとかぶせるのです。それでは頭に引っかかってしまいますよ。もっと広げてごらんなさい。そう。それくらい大胆に広げて。ほーら、うまくできました。イヤホンを選んだあなた。イヤホンの固く突き出した先の部分を指先で軽くつまんでごらんなさい。あなたの耳の穴の中に入りやすくするためです。そしてつまんだその部分を穴の奥まで入れるのです。ぴったりと隙間のないように。慌てないで。ゆっくりでいいんですよ。どうですか？耳の穴の奥の方まで。そのまま動かないでじっとしているように。おいで、こっち、おいで、温めてあげる。好きだ、好きだ。お前が好きなんだよ。だけどそんな言葉だけじゃもう足りねえんだよ。それで今日はどうしてほしい？ひどいことをしてほしいんだろう。望み通り壊してやるよ。何も考えられなくなるくらいに。どこをどんな風にされたらいいのか俺に教えてくれない？ねえ、もっと積極的だね。しつけがいがあるよ。君は僕のことずっと欲しかったんでしょ。わかるさ、潤んだ目をするもの。君にキスをしてあげる。ゆっくり力を抜いて僕に体を任せて。そう、やがて何にも考えられなくなるよ。見過ぎ、もう視線で焼き殺されそうだよ。大好き。じっとしててくださいって言ったでしょ。
自分の理性がここまで脆いと。もっと気持ちいいこと教えてやる。俺のこと嫌いなんだろう。だけど俺、お前が好きだからやめられない。ごめん。全部手に握って。だいぶ太くなりましたね。ちゃんと掴めますか？そうです、その根元をしっかり持って。あなたの手は小さいから力いっぱい擦らないといけませんね。大丈夫、私がお手伝いして差し上げましょう。俺はあなたを俺だけのものにしたいんです。好きだ。もっと近くにおいで。私もお前といる時が一番幸せだ。いいだろう。お前をもっと幸せな気持ちにしてやろう。わがまま言う唇は俺の。弱そうな肩も俺の。柔らかい胸も俺が。全部俺のものにしたい。俺もお前にいたずらをするぞ。俺の場合いたずらだけじゃ済まなくなるが、いいのか？でも俺をからかった罰は受けてもらおうか。このままじゃそのうち眠れないまま朝が来そうだな。